レベル上げをしました。ね、何がどうだったか忘れちゃったんだけど、ベティを盗賊にして、ミザリーを武闘家にして、マゴットを遊び人経由の賢者にして、で、3、4時間くらいかな、レベル上げしました。で、だいたい行けそうなところ、ドムドーラ、メルキド、マイラ、リムルダールは船で行ってます。で、街に入って、武器屋ぐらいは見たかなというところで、そこまでね、情報収集はしてないんですが、なんかね、アイテムがもらえるそうなんで、ちょっとね、話しかけに行きましょう。おや、見ない顔ですね。なんと、魔王を倒すため上の世界から?はい。おー、やはり。しかし、不慣れな土地でさぞや苦労をなさいましょう。おー、そうじゃ、これを持って行きなされ。この地図があれば少しは役に立ちましょう。地図くれる人いるんだなぁ。あ、小さい。地図小さいわ。うん。で、だいたい船でね。船付き合うと外海からね、いろんなところ行けたんで、ちょっとね、行きました。んで、ラタドームは、なんかね、ついラタドームって言いそうになっちゃうけど、ラタドームは、ここにアイテムがあるそうなんで、それを拾っておこう。台所の、あ、入れた。あー、なるほど。こんなところにあるんだ。なんと、太陽の石を見つけた。まあ、これはなんか重要なアイテムらしいんで。で、素早さの種は使い、で、まあ、あとは特に使わないんで、袋に入れて、まあそうだね。こんな感じで。で、まあ、ジョブに関しては、この盗賊、武闘家、賢者で固定しようかなと。うん。まあまあいい感じのバランスだと思うから。そして今日やるのは、ラタトームから北にある洞窟に行って、勇者関連の武器防具をゲットするの、噛んだな。うん。武器防具をゲットするというのが目的です。マドハンドはね、こう仲間を呼ぶんでね、案外ね、レベル上げに重宝するというか。そうね、大魔人強いんすよ。しかしだな、そういえば、ベティの忍び足を使えば、あ、エンカウントやっぱしにくくなるんだ。これ使っていこうかな、動画中は。あ、待って、ここね、確か呪文が使えない、呪文が使えない洞窟だったはずなんで。んで、広いかな、なんか狭そうだな。あ、階段あるけど、宝箱はなし。これあれだっけ?バシルーラで飛ばされるとルイーラの酒場に行くんだっけか。これでも忍び足は?あ、かき消されるんだ。あー、そっか、そうなんだ。
でも狭いな、多分。で、敵もまあほどほどですからね、強さね。はい。うん。うわあ、激しい炎。あれ系はきついな。そうか、回復できないからね。うわあ、ヒドラ。どうしよう、なんか、そうな、イオナズン的なことはやってもいいかもね。あ、そっか。そもそも攻撃魔法も無理か。そりゃそうだ。うっかりしてた。お、お、あ、あるね。960ゴールド。ミミーク。メダル。サタンパピー。初めて見た。おお、あった、勇者の盾。もう早速装備。結構上がるな。あとは袋に入れてか。で、脱出しますか。脱出の過程は、でもあれかな。あ、やばいな。これやばいね。動画的にはカットしてもいいんじゃないかなって思いますけどね。はぁ、命からがら逃げてきた。うん。で、こっから、西の方に、ガライの家があるんで、そこに向かいます。地図小さいね。家。もうなんかね、いかに自分が呪文に頼っていたかというのがよくわかりましたね。あるね。息子のガライ、息子のガライには困っていますのよ。歌を歌いながら旅をすると家を出たまま戻ってきませんの。銀の盾ごとなら息子のガライが持っていたと思うが。モヒカンの毛。ああ、メダルね。空っぽ。なんかね、でも調べると出てくるらしいんですよね。ちょっと調べてみましょう。ないかな。周囲を調べると出てくるみたいなことは書いてたんだよね。出てこないか。
あった。見つけた。で、まあ、これが使うと、要は敵とエンカウントするというね。ちょっともう一回鳴らすか。まあ、基本的に敵のエンカウントを誘うっていう道具らしいんで、まあ、使ってみよう。ああ、やっぱそうだね。あんまり必要はないかな。で、次、ドムドーラかな。うん、ドムドーラ。これ、順番に行きましょう。ドムドーラにようこそ。大魔王を倒さぬ限り、この世界に朝が来ることはないだろう。道具、ああ、勇気100倍。うん、まあ、でも別に。なんだか今日も冷えるわね。光を失ってからはこの街も寒くなる一方だわ。私はオリハルコンを探して旅をしている。この街に会うと聞いたのだが、オリハルコン。吹雪の剣は買った方が良さそうだな。吹雪の剣だけ買おう。いや、大丈夫。で、あとは？あ、こっちも行けんのか。あ、広い！思ったより広いぞ。上はここまでか。ここは武器と防空の店だが、今生まれてくる子供の名前を考えているので、雪の符、いまいちかな。雪の符。おしゃぶりを見つけた。私に赤ちゃんができたんです。それでうちの人ったらずっと名前を考えてばっかり。うさ耳バンド。私は昔アッサラームで人気だった踊り子のレナよ。でも嫌なお客に迫られて逃げてきたの。座長はお元気かしら。もし会うことがあったらよろしく言っておいてね。まあアッサラームに行くことはないだろうな。お隣にはやたらくしゃみをするおかしなおじいさんが住んでるよ。ハクション、ハクション、ハクション。誰かわしの噂をしょな、ハクション。ああ、なんか意味ありそうだけど、どうなんだろうね。街を出て、南に下り、橋を越えてしばらく東へ旅をするとメルキドの街へ着きます。高い壁に囲まれた街ですから、すぐにわかると思いますよ。メルキドね。この空の上にさらなる世界があり、そこには光の玉と呼ばれるものが存在するらしい。光の玉を持っていれば、この世界にも光をもたらすことができるのであろうか。光の玉あるよ。ああ、なるほどね。まあ、使うべき時があるんだね。んで、そんなもんか。あ、井戸。闇の世界なのに時々牧場の方で
キラリと光るのを見たことがあります。茂みの中だったと思いますが、茂みの中、ダメだ、ほとんど干上がっちまってるぜ。この町も長くねえかもしれねえな。もっともその前に魔物に襲われて全滅なんてこともあるけどよ。牧場ね、茂み、ここだ。ああ、一発。オリハルコン、オリハルコン、オリハルコン、どっかで渡すか売るかすると、なんか武器をね作ってくれたはず。まあでも今情報がないからね、ちょっと売れないけど。じゃあ次メルキド、メルキド行こう。ここは城塞都市メルキド。しかしこんな城塞など魔王の手にかかればひとたまりもないだろう。そうだね。むにゃむにゃ、はい、やっしゃい、グーグー。ヘビメタリング、ん、僕はガライ。ああ、ガライ、旅の吟遊詩人さ。楽器界、僕は盾ごと専門なんだけどね、家に置いてきちゃったよ。あの銀の盾ごとの音色はちょっと危険なんだ。まあ魔物がね寄ってくるからね。スゴロッケね。パーティードレス。こんな世界に生まれたばっかりに、私はこの子が不憫でなりませんわ。どうせ死ぬんです。働いても仕方ありませんよ。そうか、お兄ちゃんたち強そうだね。お兄ちゃんたちなら魔王を、なんでもないんだ、ごめんね。わしは魔法の力で動く人形の研究をしている。巨大な人形を作ってこの町を守らせようと思っておるのじゃ。そうじゃ、そいつの名前はゴーレムにしようぞ。強そうで良い名前じゃ。はーってことはあれなんだな、ワンよりも前の世界なんだ。本いっぱいあるわ。そうね、なんか行くんだよね。そうだった、そうだった。魔王を恐れ絶望のあまり人々は働かなくなってしまったのだ。あー、これはね、やってもしょうがないんだな。そうね、あんまり意味がないね。グーグー。あとはここに行くだけか。魔王の島に渡りたいなら、この町の神殿に住む老人を訪ねることだな。老人ね、ダメージ言うか。トラマナ。魔王の島に渡るには太陽の石、雨雲の杖、聖なる守り、
この3つを携え、聖なる祠へ向かうがよい。なるほどね。OKOK。で、まあ、メルキドは、でもこんなもんか？次、マイラ。まあ、そこそこね、なんだろう、サクサク進むね。道具屋のご主人はとても器用な人ですわ。そのままでは役に立たないものでも買い取って細工をして売り出したりするのですよ。これで多分オリハルコン売るんだな。道具屋。多分そうでしょう。ああ、スゴロク城か。これはいいや。ゾンビキラー。いや、いいかな。その昔、王者の剣は魔王により粉々に砕かれたと聞きます。しかしその魔王ですら王者の剣を砕いてしまうのに3年の年月を要したとか。いやはや、すごい剣もあったもんですね。なるほどね。あ、あいつにちょっと喋りかけたい。え、どうやって行くんだろう。ここは露天風呂でございます。お若いの露天風呂はどうじゃな。はい、やはり若いもんは違うの。神は光、魔王は暗闇。神と魔王は遠い昔から戦い続けてきた二つの力の源。もし光の玉があれば魔王の魔力を弱めることができようぞ。うん、持ってます。なるほどね。あ、ここはなんか道具屋っぽいじゃん。ヤマタノオロチという化け物に生贄にされそうになった時、私たちは逃げ出しました。そしてこの世界に迷い込んだのです。私の夫はジパングで刀鍛冶をしてましたのよ。あー、やっぱりね。うん。刀鍛冶を見つけるんだ。あ、これでしょう。もし妖精の笛があれば、石像にされたルビス様の呪いを解けるはずなのに。妖精の笛。参った。カンダダとかいう男に王者の剣だと騙されて、ただの鋼の剣を買ってしまったのだ。噂では王者の剣はオリハルコンというものでできていたそうです。ジパングから来たっていう道具屋の旦那ならこの上にいますよ。オリハルコン持ってます。あー、本当だ。ここは道具屋です。で、オリハルコンを多分売るんすよ。あー、22,500。どうもありがとうございました。んで、寝るだったか、一旦町から出るだったかすると、買えるんすよ。おお、なんだこれ。なんか神殿チックな。あ、こっから行けるんだ。噂では精霊ルビス様と精霊ルビス様は西の島の塔の中に封じ込まれているそうだ。これなんかできないのか。で、まあ一旦外に出て、で、道具屋？あ
売ってるわ。よかった。3万5000円買える。で、これあるっす。いや、吹雪の剣売っちゃおっかな。ああ、そう。じゃあ、裏剤。いや、大丈夫でーす。んで、一応、近くにルビスの塔があるんだけど、なんだっけ、妖精の笛がないといけないらしいんで、妖精の笛の情報どっかにあったかなとも思うんだけど、先にリムルダール行きましょう。リムルダールの町にようこそ。私は見た、年老いた男がこの島の西の外れに立っていたの。あの男は今どこに？お兄ちゃんたちも魔王を倒しに行くの。でも遅かったね。きっとオルテガのおじちゃんが魔王を倒してくれるよ。オルテガね、もう行ってんだ。聖なる守りは精霊ルビス様の愛の証ですわ。まあルビスの塔には行かないといけないね。悟りの書あるんだ。ってことは賢者すぐできたんだ。噂ではルビス様が封じ込められた塔に光の鎧があるそうじゃ。妖精の笛だっけ。それをね探さないと。まずはおお、金のくちばし。ああね、あったね。こんなんあったわ。光の玉がなければとても魔王を倒せないでしょう。哀れなり勇者オルテが魔の島に渡らず術を知らず海の藻くずと消えたそうじゃ。へえ。まあね、オルテガに関してはそういう悲しい話聞くけど、まあ多分生きてんでしょうね。この世界の上には光あふれる世界がある。信じられませんわ。ここは予言書。雫が闇を照らすときこの島の西の外れに虹の橋がかかりましょうぞ。まあ雨雲の杖とかね。ああ。おお、神様どうかこの国をお救いください。なんかいろんなもんあるなぁ、リムルダール。あ、どっから行くんだろう。あー、なるほどね。その囚人は人を騙してばかりいた男だ。大魔王の城の玉座の後ろには秘密の入り口があるらしいぜ。まあどうせ俺の話など誰も信じちゃくれないがな。まあ実際あるんでしょうね。ああ、心配だ。宿屋に置きっぱなしの荷物を誰かに取られないだろうか。あの中には、オルテガ様から預かった大切なものが入っているのに、もう行くしかないじゃん。そんなの。くじけん心。多分違うな。この外側の、やつか。ここだ。命の指輪。ん？違うな。どっか探すのかな？部屋を探すのかな？なんか出てこないような気もするけど。あ、多分ないかな。
町外れにいるって言ったのに、あの人と、あの人ったら遅いわね。外出ちゃった。魔法の鍵というものを一度見てみたいものよの。これ見せんのかな？魔法の鍵ね。違うな、使う？渡す？いや違うね。多分関係ないか。賢さの種。はい、まあでもこんな感じかな、とりあえずは。で、ひとまずアレフガルドの街は回ったんで、次の動画で、まあ取り損ねたアイテムね、取りに行きましょう。というところで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それじゃあ。